東日本大震災を思い出してください。命を最優先にしてください。今すぐ逃げてください。可能な限り高いところへ逃げ避難を続けてください。スペシャエリア、ミュージックセーブズトゥモロー。今回はロコフランクを特集します。ロコフランクは1998年に結成。ベースボーカル木下雅之、ギターボーカル森雄介、ドラム達也からなる大阪在住の3ピースバンド。2006年には自主レーベル2734レコーズを立ち上げ、自らの音楽への意思を尊重し精力的に活動を続けています。東日本大震災発生後、ロコフランクは復興支援活動を独自のコネクションによりスタート。瓦礫撤去作業のボランティアや被災孤児施設の訪問など、何度も東北に足を運んでいます。まずはその経緯について話を聞いてみました。もうそれは敏郎さんです。ある日電話が来て、どれだけその大変な状況かっていうのを俺たちは教えてもらって、ライブより先にボランティアの話もいただいたんですけど、はじめそのボランティアを受け入れる体制が地元にもなかったというか、自分たちでやるからよそ者にはっていうのが、やっぱお手伝いさせていただく側もやっぱり簡単なことじゃないんだなっていうのは思いましたし、これいつ終わんねやろっていうぐらいの情景でしたし、俺たちはそこでこう自分たちのどういうことが起こってるっていうことを自分たちでこう感じれたんですよね。1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生。大阪在住の彼らに当時の印象を話してもらいました。俺たちは中学だったんで、中1の冬ですね。うちの親父が建築設計士なんですよ。ビルに丸×つけに行くっていうので、次の日に行くってなって、阪神高速がぶっ倒れてて、ビルの間にじいちゃんが挟まっててとか、男の子でしたけど、もう怖かったですね、あの時は。なんか気付いたら、あ、ビル元戻ってるとか、仮設が立ってるとか。普通にその後学校も行って勉強して、で部活もやってっていう毎日が始まってしまうと、やっぱりそこまでなんかこう親身になれないというか、もう自分のことをが当たり前に行われるっていうことの方が、ことで何も気づかないっていう方が多かったですかね。東日本大震災を思い出してください。2012年12月7日、東日本大震災の余震と言われているアウターライズ型地震が宮城県三陸沖で発生。日本に恐怖がよみがえります。この日ロコフランクはミニアルバム1のリリースツアー中で、東北ライブハウス大作戦により完成した岩手県大船渡市ライブハウスフリークスでライブを行う予定でした。会場まであと1時間とかいう時に、いつもツイッターでライブハウス大作戦よろしくお願いしますっていうのを先輩に撮ってもらってあげたりしてるんですけど、ちょうどカメラ携帯を構えた時にグラッと揺れたんですね。みんな口々に言ってたのは311の時と似てるっていう揺れ方だって言って、フリックスの方にも誘導していただいて、で出たらすぐサイレンが鳴って、一番心配だったのがそのお客さんが来てしまうことが、例えば中止にするのか強行でやるのかって、まあもう絶対中止っていうのをそれをお客さんに伝える作業っていうのが大変だ、大変だね。東日本大震災を思い出してください。命を最優先にしてください。今すぐ逃げてください。実際中におったら、あんだけ過剰に言う理由っていうのはすげえわかります。だってフリークス立ってた場所が実際津波が
7メートル8メートルも高いとこ来て3階部分ぐらいまで埋まるようなところで、当初言われてたのが危険な場所にライブハウス人を集めるような場所を作ってって何考えてんのってとか言われたけど、じゃあ安全な場所ってどこですかって思ったりもするんで、やっぱ不安なんですよ、津波到達してる場所に今あるっていうのは。そこを皆さんは逆にどう思ってんのかなっていうのを聞きたいし、うん、あんま聞いたことないんで、うん、本当に怖い人は多分来てないかもしれないし、うん、っていう、どう、うん、どうなのかなっていう、やっぱ不安ありますもん毎回。2013年3月17日、昨年地震により延期したライブの振り替公演をこの日に開催します。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。あと前回の地震から何経路の説明とあとそのお願いをするようにしました。でお客さんをまず最優先に出して避難させてから避難となりますので、これを把握してもらって誘導できるようにお願いします。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。いよいよ開演の時間。ロコフランクの思いに賛同したたくさんの来場者が駆けつけました。あれをやっぱ自分たちの肌で感じた時に、あれを感じたから言わせてもらえることの方が増えたし、自分たちが思ってるものをよりリアルになったので、リアルになった分やっぱり言ってかなあかんと思うし、それをまたその憶測でも何でもいいですけども、自分の中で誰かが考えを生み出してもらうために俺たちは伝えたいし、私たちは実際 3.11 時の時に東北にはいませんでした。東北に来ても誰かの話を聞いても自分で想像することしかできませんでした。経験したことのない痛みは結局は想像で終わる、そう改めて痛感させられました。悔しかった。たかだか港から50メーターも離れてないここにライブハウスがある意味、こうやって俺たちが笑い合える意味、心から感謝します。Yeah.
まだまだねこう起きるんですよ東北が。だからこう例えばそのライブハウスの僕はちょっとびっくりしたというかその避難経路を、はいね、あのスタッフ結構分かるよお客さんの手がこうやって逃げるんだよっていうね、はい、話だけど、はい、あれも地震の前にはもう考えられなかったことだからその本当に常にやっぱりこう身近なものであるというか、はいまあ、忘れちゃいけないし、はい、あと本当に意識しないといけないことなんだなっていうのなんかそういうとこからも、ね、感じましたけど。そうですよ、地震ってこう要素的にないもんじゃないですか、うん、だからそれこそ僕は、うん、本当一回も感じたことないんで、うんうんうん、ここでこう軽く言うもんではないと思うんですけども、うんうんうん、僕らも日本でライブをしてるもんなんで、はいはい、ちゃんとこれからはちゃんといろいろですね、うん、もしかして揺れてる時とか、うん、その時は僕らは1万人のお客さんとか、ねうんまあ、ドーム公演の時は本当に非常に人数が多いんじゃないですか。そうだよね。その、とりあえずライブよりはお客様の安全が一番大事なんで、ね、そこまで考えないとですね、これからは、うん、いやでも本当にこう再会して、うん、ファンの皆さんと再会して、うん、一つになったそういう姿は本当に素敵でしたね。みんなねいい顔してましたお客さんもね。そうですね、うん、ちなみにこの日のライブなんですが、うん、東日本大震災の余震と言われているアウターライズ型地震の影響で延期になってしまったんですが、うん、今回のこのライブではライブハウスの動員記録をどうやら打ち出したということでございます。おすごいね、みんな集まってるみたいですね。はい、この、今回もですねこの VTR も後日 YouTube にアップする予定なので、うん、皆さんぜひともチェックしてください。ください、はいはいはい、以上本日の特集はミュージックセーブズトモローロコフランクさんでした。はい、ここらで一発 CM です。